今日は長旅で疲れたでしょ。今日は長旅をしてないぞ。朝までこの町にいたんだぞ。無視しないで聞いてあげて。本当のことなのよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。すごく相変わらず元気っすね、ひまちゃん。昨日まではみんなどの恐竜が好きなんて言ってたのに、今日からは怖い怖いって話ばかり。でも本当に怖いから仕方がないわね。いや、まあ本来の反応はそれであるべきなんよね、きっと。ヨヨコが10回ローンで買った地上波対応40インチテレビ。10回ローン、それは多いんだろうか。恐竜がドカドカと走り回って、まるで運動会だな。ララコ好きなんだよね、運動会。明日一人でやろうかな。一人でやったら虚しいだろうな。みんなでやりなよ。なぜ一人でやろうと思ったんだい。気づけば一人。孤独を。あの怖そうな恐竜、やっぱり本物のティラノサウルスっぽいけど、そもそも誰も本物に会ったことがないから、レントゲンを取らないとわからないですよね。ある日、レントゲン取ったらわかるのか。深い山の方から、専門家とかならわかるかな。博物館に飾られてる骨と同じかどうかってこと？でもさ、人間も全員違うように。ティラノサウルスはティラノサウルスで、さ、一体一体違うんじゃないかな。新しい恐竜、ちょっぴり怖そうだけど近くに行って見てきたら、キネは意外に平気だったのよね。キネ、あの子が好きかもしれない。マジで？すごい勇気あるね。新しい恐竜、ちょっぴり怖そうだけど近くに行って見てきたら、もっと怖かったんだ。今度はさすがに友達にはなれないよ。おお、意見が分かれている。マジか。あれ？なんか車止まっとった。え？びっくりした。なんかと思った。夜の恐竜たちもなかなか美しいぞ。見よ、あの華麗な姿を。車っていつも止まっとったっけ？なんかこっちの方。これ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 。え？なんか、初めて見る気がする。気のせいか。初めてじゃないか。え、わからん。わからん。そろそろ家に帰らないとな。あ、マジで？もうそんな時間？ふぅ、忘れていたわ。はい、今日の絵日記。秘密研究所内。怖い恐竜を呼んでしまった悪の博士。怖い恐竜を呼んだ悪の博士の目的は地球征服と遊園地の年間パスだ。遊園地の年間パスは確かに欲しい。水源の森ダム、ヤマトタマムシ。宝石のような美しさ、光によって色が変わるよ。新聞社、キャップをこっそり見つめるヨシコ。そしてキャップをしっかり監視しているヨシコ。お、なんか捉え方が違うね。なんか前半やったら恋してそうな感じやけど、こっちはなんか違う感じが。また記者に任命された。覚えておくぞ。またってことはやっぱ記憶があるんよね。新聞社、目標達成、お小遣いを合計1000円もらったよ。ん？目標達成、お小遣いを合計1000円もらった、働き者だ。なんかちょいちょいカタカナが混じっとるのは一体何なんやろ。目標達成、新聞に記事を50回納品したよ。もう結構納品しとんやね。もう全然してないと思った。すごいよね。新聞社が大きくなった。新しい名前は麻生子供新聞。頑張って新聞社を大きくしたよ。素晴らしい名前の麻生子供新聞。新聞社が大きくなった。新しい名前は麻生タイムズ。お？二段階あったってことか？一段階目を飛ばして二段階目になったんかな？私が見たやつ。そういうことなんか。頑張って新聞社を大きくしたよ。かっこいい名前の麻生タイムズ。ティラノが平気なキネちゃん強い。ティラノにラブラブなんだって。マジでそこまで？お。これで今日の分はおしまいと。意外に可愛い寝顔してるな。ん、なんかコメント変わった。おやすみなさい。これでまた1週間終わったんかな。今日から朝の体操にキャップさんが参加します。やっと？なんでそんな満を持してなんすか？
めっちゃにぎやかやな。かなりにぎやか。まだ増えるかな。昨日の次だ、みんなで体操深呼吸。あと何回これ見るんやろ。みんな朝から元気だ。では、いただきます。いただきます。いただきます。ご飯美味しそうよね。朝も夜も。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。毎食毎食さ、あんなごちそうさまでした。絶対大変よね。まあ、でもお店しよるけん、そうでもないんかな、わからん。アッソーに来て、多分2回目の日曜日。うん、2回目よ、合っとるよ。怖い恐竜がこの町にやってきたのに、全く何も解決できず。まあね、増えていきよるだけよね。野原家の面々が、またまた春日部へ戻る時がやってきた。周りの人たち的には、普通に1回目なんよね。しんちゃんだけ記憶があるっていう。なんか一周目よりも人多い。ヨシコとの約束を果たすまでは帰らないぞ。何約束って。と言い出したしんのすけ。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。まあね、まだ5歳だから。じゃあいつものカメラで記念撮影よ。はい、チーズ。チーズ。なんでハタさん寿司三昧なの。リーションもいいのかい。いいね、キャップのなんかほわーんとした感じの顔。その頃、何またなんかたくらんどる。悪の博士はやる気満々。何また増えるん、もしかして。またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。まあ恥ずかしいダンスでも誰も見てなかったら大丈夫。うん。研究所の壁には先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿と、そしてまだ若かった頃の。若かった頃っていうのが全くわからんねえけど、今と変わらんくない？なんか変わる？変わっとる。ふわふわパウパウトワトワチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。またなんかやってくるってことよね、これ。何がやってくるのでしょう。博士の思念が空中に可視化され、タイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事である。なんなんその決め台詞。毎回毎回。いくぞ、エクションビーム。ビビ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 。一人で席座っとんの偉いね。おーっと。なんか魂抜かれたみたいになった。はぁ、またしても。あれ、ほら、どこにいたんだっけ。しんちゃん、何言ってんの。また向かうんすね。寝ぼけているんじゃないのか。ほら、今回はねねちゃんのリアルおままごとくらい怖かったぞ。何が怖かったんだ。え、何が。巻き戻ったことがか。はあ、また向かうんだな。また今回も記憶はあるんかな。生きてきた。何回繰り返すんだ。ほら、この場所見たことある。知ってるぞ。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻されてしまったのでした。はあ、これで3週間目かな。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。知ってるよ。あ、車普通に止まっとるね。おい、野原家来たよ。何回見るんだこの流れ。ヨヨコ、久しぶり。
もうなんやかんやありましてとかでいいよ。ひろしさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。全然。へへい、ほらしんのすけ、みさえとひろしが古くからどっかりお世話になっています。このコメントがこんなんやったかはちょっと覚えてないけど、こちらはヨヨコお姉さん。私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。もう流れが一緒。ちくわ、ちくば。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。がっつり見せられるんやね。よろしくね。ご覧のように食堂をやっています。ちくわはないけどね。またあれか、メニューがとかいう悩みもまた戻ってきたんやね。もう中学生なんだっけ。うん、みさえお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育ってきてるからね。こんなにがっつり見せられると思ってなかったんやけど、2回目はまだまだわかるよ。寝る子はおしゃれ。3回目だよ。いらんやろ、もう。今から雨かな。それは天気。お、この世界でももうすでに恐竜はおる。2周目と一緒やね。そう、この世界はまた同じ1週間を繰り返そうとしていたのです。ほら今度こそよしこお姉さんとおデートするぞ。あ、それか、約束。そしてまたちゃんと記憶があるのね。ブリブリ。だってまだ出会ってないもんね、この世界線では。こうして始まった新しい1週間。頑張れしんのすけ。無事よしこお姉さんとデートできるその日まで。そこね、頑張れって。ま、目標が何なんかいまいちわからんけん、それでいいんかな。目標は今のところ。あれ、なんか今新しい虫増えとった。これ取ったことない、待って、これ取ったことない虫よね。ほらキラキラしとる。イエーイ。種が増えていくにつれて増えていくんやね、取れる虫が。なるほど。じゃあ一周目じゃ全然揃わんわけや。今日は長旅で疲れたでしょ。今日は長旅をしてないぞ。朝までこの町にいたんだぞ。無視しないで聞いてあげて。本当のことなのよ。今日は長旅で疲れただろ。あっという間に戻ってきたぞ。まだ晩御飯まで時間があるから外で遊んできてもいいわよ。ええ、遊んできます。ひまちゃんとも話したかったんやけど。よ、隣の家にはしんちゃんと同じくらいの男の子と女の子がいるんだけど、今日は遊びに来ないのかな。え、今までも別に遊びに来てはなかったことない。庭にはおったけどね。この辺に取ったことのない虫とかはおらんね。お隣、どうや。全然おらんけど、どこに行っているのかしら。よし、ちょい、ここから。ここから上がれたんでしたっけ。あ、一応ここから上がれるんか。あ、違う。こっち博士のとこや。お、おるやん。もうそろそろ帰る時間だぞ。この世界線では初めましてでしょ。ふっ。まさかの博士がお迎えに来たよ。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ララコちゃんって本当にたくさん食べるわね。うん、ただいまいろんなところが爆発的に成長中。成長期やけんいいよ。前に会った時はしんのすけと同じくらいだったのに。めちゃくちゃ昔やんね、それ。そうそう。しんちゃんってまだドアノブに手が届かないはずだよね。2階の部屋の前に私たちが小さい頃使ってた踏み台を出しておいてから使ってね。ありがとうございます。お、また自由に入れるけど何か変化があるんやろうか。で、さっきあの踏み台を運んでいて、世紀の大発見があったんだ。お。
新たな展開。お、見つかったやん。九州国とヒヒコの竜。この本最近ずっと探してたんだけど、どこに行ったのかわからなかったの。私たちがまだ小さかった頃、今は亡きお母さんが毎晩読み聞かせてくれた大切な本。すっごい幸せな内容なの。昔の九州国の言い伝えを絵本にしたもの。踏み台の中が小さな本棚になってるのを忘れてたのよ。私が前言ったやつはやっぱそこにあったんやね。それでなかなか見つからなかったの。踏み台元暮らしってやつだな。東大やろ。何うまいこと言ってるのよ。こうして姉妹は大切な本を見つけることができ。よかったよかった。これも時間経過とともにやったんやね。しんのすけはまた2階の部屋に入れるようになったのです。やったね。やったね。これナレーションはハトさんやけどさ、ハトさんも記憶あるとかそういうことはないんかな。うふーい。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声声かけたぞ。さらにパターンが増えるとかいうことはないですね。何？なんか動き出した勝手に。なんだろう。ん？あ、読み聞かせ。さて今日のお話はどうでした？この世界線では初夜勤かな。お母さん誰か来てるよ。来てるよ。自動的に動いていくんやったっけ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ふふーい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の子ね。気になるよね。恐竜は今何体おるんやろ。夏休みで今のところこっちに来てまだ1体しか見てないけど。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。キネちゃんとカズマくん。あれ、やっぱりまたこの前と同じだぞ。うんうん、何回も紹介される。で、何回目だったっけ。3回目。それにしてもこうやってハトさんの読み聞かせを聞いていると、やっぱり小さい頃お母さんに読んでもらってた本を思い出すな。幸せな時間の記憶。そうだよね、あの絵本見つかってよかったね。お母さん本当に毎晩読んでくれたよね。なんだ今。その恐竜は女の子。電車の音が聞こえたけど。電車？汽車？特に何もなかったんか。体の長さが人の10倍。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱり1週目にあったことは2週目にも、2週目にあったことは3週目にもちゃんと引き継がれとるってことなんかな。普通に一郎さん、二郎さん、三郎さんおるんやろうし。